皆さんこんばんはじゃなくて こんにちはキャラフレライブ生放送第何回でしたっけ辻堂さん第45回イエイ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 違うんですよ言い訳をさせてください。あの私今日初めて なんだっけこのパソコン使って録画開始とかめっちゃやっててそれに必死ですっかり45回じゃあちょっとやり直しましょう。キャラフレライブ生放送第45回イエーイいやー無事に始められましたね。よかったです。なんか一息つきましたこんにちはいつもありがとうございますいや今回ね今回も放送を務めさせていただいておりますゆずかです。よろしくお願いいたします。イエイホサホサ辻倉弥生です。よろしくお願いします。ホサだったんですか。ホサじゃなかったっけ。嘘ミキで年長を取っております。イエーイよろしくお願いします。イエイこの3人で今日もね配信務めさせていただきます。よろしくお願いします。イエイいやなんか皆さん服装が春ですよ ねペンギンとかいますけどね。ねいいな。じゃあその皆さんのね春な感じをドドンとこんな感じですかね、はい、配色担当のホサって言われてますなるほどどうですか辻堂さん。なんすかなんすかって食担当のホサって言われてますよ。あーそうじゃない。そうなんですかなんかホサっていうかほとんど進行役な感じもするんですけれどもね。いや今日ね春といえばお好みですよね。春といえばお好み焼き。お好み焼きお花見お花見です。お花見お花見冬ですやっぱね今日はちょっと暖かいから春ってことにしておいてくださいな、はい、春ですよ。春です春だから、うん、このなんだっけここフォレストファームに、はい、マーガレットがもう全然見えないんですけど、マーガレット全然背景見えないんですけどマーガレットが咲いてるんですよ。あ、そうなんですね、はい、あ、なんかここら辺すごい端っこの方とかちょっとピンクとか白とか黄色とかそれですよねきっと。そうなんです。マーガレットが綺麗に咲いてるんですよ。そっか、ぜひじゃあ閑散とした時に見にこんな感じかな見ればと。お、もうちょいかな。あ、ありがとうございます店長さん。どうだ。お、いい感じです。マーガレットも見えます。若干あ、ここ で、うんうん、で今イベントをやってますほい、と言いますと、なんかお花見ですよね。お花見マーガレットの、はい、なんかイベントをやっていて、ほうほう、ログインボーナスでもうもらってるはずなんですよ。いただいてますよ実は。じゃ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 ん。アイテムちょっと下下げちゃいますね。フラッとしますよ。あ、これじゃないですか。はい、それでフォーチュンフラワーというイベントを去年に引き続き行っております。おい、イエイイエイ。これはログインサービスで1人1枚もらえます。ほう。で足りなくなった場合はゲームセンターに買いに行ってください。はい、かしこまりました。こんな感じです。はい。これを使えるのはここ以外の畑。隣が隣の隣。そうなんですね。で使うことができます。ここでは使えません。了解です。ちょっと動かしますよ、はい、隣か隣の隣。じゃあ早速もうあれですよね、お花見したいなってなったらもう隣に移る感じがいいんですかね。です鼻むしらないでください大丈夫です了解です。よし、じゃあ隣に移っちゃいますよ。はい、いってらっしゃい。はい、隣行きまーす。あれ？え？あれ？そっちの隣じゃない。そっちの隣じゃない。違う違う、右ですよね。はいはい、右ですね。右行きまーす。右行きまーす。右か。はい、右か。じゃあ、あとは花も見えて。あ、綺麗。みんなついてきちゃってるけど。すいませんっすあ、これってちなみにさっき言ってたマーガレットです。あー、綺麗ですね。で、こ
そこでチケットじゃあまあ使ってみてください。はい、了解です。使います。使う。おで、ルールの説明とりあえず見ておきますか。見たいですね。花占いってあれですよね、スティティライみたいなやつですか。そうほうほう。画面花むしるんじゃん。いやいや、むしるんですけど、あ、なんか要はあ、ラッキーかアンラッキーか花を使って占います。はい。え、なんかアイテムがもらえる。使って取った場所によって変わるんですね、それは。そうあ、計画的に育てられてきたものですので安心して無視してくださいと。チャンスは3回までです。それではやってみましょう。はい、やってみます。しようかな。します。どの花がいいかな。あ、もうこの中から選べるんですね。その中から選びます。いいな、いいな。じゃあこれ、この花でいい、はい、その妥協みたいに言わないでください。この花がいいです。ラッキー、アンラッキー、ラッキー。うっそ、頑張れ、頑張れ。明るい、ラッキー、やったー。あと2回なんかもらった。これどうします。やった。やってもいいんですかね。よし、じゃあいきますよ。3回分やっときました。そうですね。じゃあ遠くの方、次は、あ、黄色。じゃあこの花がいいです。いきます。ラッキー、アンラッキー、ラッキー。よし、いけ、頑張れ、負けるな、最後の一踏ん張りだ。さー、やった、すごい、これ出ます。今日やりやー、人生のラッキーをみんな使ってるな。キャラブレで、うん。じゃあ最後1回、じゃあ真ん中らへん。よし、ピンク、この花でいきます。ラッキー、アンラッキー、ラッキー。ドゥブ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 。せっかくだからね、最後もラッキーで締めたいな。おー、おー、アンラッキーという感じで3回遊ぶことができます。はい、なんかちょっと嬉しいですね、やっぱり。で、さっき当たったラッキーだった時は何かアイテムがもらえてるので、はいはい、アイテム欄をちょっと見てみると、はい、2番目にあるのがマーガレットの花飾り、髪飾り、はい、髪飾り、はい、捨てていいんですか、これ。捨てちゃうんですか。え、いや違う違う、いや、つけちゃって。あ、つけるか。つけちゃって、じゃあいいのかな。はい、頑張って、はよ捨てて、捨てて、楽しみだよ。ついた？ついた？おー！いいいいいい！こんな感じのものと、うんうん、あと今多分もう一回アイテム欄開いてもらうと、はい、2回ラッキーだったけど今1個しか見えてないじゃないですか。あ、そうですね。ということは違うタイプのアイテムが当たったんですよ。違うタイプのアイテム、なんで家具欄を見てみてください。家具、これですね。なんで全ての家具っていう、全ての家具、おい、そうすると入ってるはずです。また美味しそうな、これですね。はい、春色モンブラン、はい、これは、飾ることができるアイテム、飾ることができる、うん、インテリア的な。ああ、なるほど。量やら物質やらに、飾れます。なんでここでは多分食べられないはずです。ああ、はい、でも体力アップには使えるんですね。そんな感じで家具だったりアクセサリーだったり、うん、あと普通の食べ物だったりするので、当たった時はないない騒がないでどこかに入ってるかを見ないといけない。あ、そうなんですね。そうそっかそっか。いやでもじゃあ今回2つもらえたのって割とラッキーだったんじゃないんですか。だと思います。やったーほんで、色が白、黄色、ピンクの3種類の花がありますね、うんうん、ありますね、はい、で、それぞれ髪飾り、うんうん、回復するアイテム、さっきのモンブランがあるので全部で9種類、333の9種類ほうほうあるんですよ。で、その9種類を全て集めて、さらにゲームに挑戦すると特別なアイテムが当たるかもしれないっていうのもあります。なるほど、はい、じゃあ私の場合あと回復アイテム1個手に入れれば、9種類なので。あ、9種類、そっか、はい、あと7個7個か、はい、そうだそうだでございます。頑張りますね。そんなこともあったりする。おお、フォーチュンフラワーは19日、あ、もうすぐだ。
そうですね、今週とか来週の水曜まで、うんうん、あ水曜って何々、日曜の日曜日曜ですね。じゃあ急いで終了です、うんうん、はい、なんでもっとやりたいなと思ったらゲームセンターに買いに行く、うん、そうですね、皆さんでね、ガン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 鼻あらなしていきましょう。さてさて、私の周りから人が、まあ、ここはね、オープンチャットじゃないのでね。あ、そっかそっか、うん、なるほど。だからあの写真を撮ったりするのはここがいいですね。そうですよね、はい、私もさっきのところで写真撮れましたし、ならじゃあ戻りますか。はい、フォレストファーム、ただいまです。このイベントは、まあ、こんな感じと、はい、はい、いうことで、はい、お花見イベントはこのフォーチューンフラワーともう一個限定のゲームチャットができます。お、それも19日までですので、はい、桜並木、桜並木、はい、どこに、正門出てすぐのところでできますので、これは友達以上の関係での限定ゲームチャットですので、友達を作って桜並木に行ってください。はい、了解です。はい、誰か行きますか。ちなみに、桜並木はこういうオープンチャットではないので、うんうん、まあ頑張って頑張って、そうですね。でも皆さんすごく友達多そうなので大丈夫かなって私は思います。はい、ちょっと桜並木に行ってみますか。はい、じゃあ桜並木は行きましょう。桜並木、桜並木の行き方は分かりますか。はい、あ、 お願いします。じゃあ一応行きます。多分左の方に行けば、左の方、了解です。こっちかな、左、もうちょっと左ですか。もうちょっと左ですね。あ、裏門に出ましたよ。はい、出て、したら一回上に行きますか。上に、了解です。で、左、左、左で、左、こすら左に行くと行きの学校が見えてくるので、下、おお、ここが桜並木、ここもなんか19日まで綺麗に桜がこんな感じで咲いてるんですけど、うん、すっごい綺麗ですね。次の日になると、おそらく葉桜になります。そうですね、そういうものなんです。やっぱね、リアルでもね、桜の満開期ってすごい短いですしね、リアルですよ。じゃあそんな感じでどうしますかね。友達がいればゲームチャットしてみようかな。なんか誰か友達いますか。ワオさん、あ、誰かなんか話してる。あ、じゃあいいですかね。名前出しちゃってもいいのかな。ワオさん、じゃあお願いしてもいいですかって送りたい。挨拶でいいんですか、これは。おし、挨拶を選択する。おはよう、元気。じゃあワオさん、お願いします。ゲームチャットに誘ってもいいですかってのを、あ、そのまま打てばいいですね、うん、ゲーム、なんか違った。あらここら辺でなんかもう、あ、なんか喋った。ゲームチャット、ありがとうございます。あの、ありがとうございます。これはね、私からは見えないんですよ、この言葉は。あ、そうなんですね、はい、なんでそっちでやらないとなんですよ。そうなんですよ、ワオンさんがあの気を利かせて、あのくださって、ゲームチャットに行こうって言ってくださってるんです。お家のご飯が一番です。誘うか誘ってもらうかは自由です。はい、誘わせていただきましたよ。ほほ、あ、今時間ある、今時間あるかな。ここら辺でお気づきの方っていらっしゃると思うんですけど、私すごい情弱なんですよ。情報弱者っていうんですかね。温かく見守っていただけると幸いでございます。うん、あるよ。うおー、ありがとうございます。桜が綺麗ですね。この桜といえば、
花見。お花見といえば、千鶴蔵さんは何ですか？お花見といえば。お花見といえば、うん、お弁当？お弁当！お花見ですね。うん、やっぱお団子とかもいいですよね。やはり主役の桜はずっと見ても飽きないよね。団子かな？私はやっぱり花より団子かな。あとは夜桜で鍋とかもいいですよね。夜桜で鍋、昔やったんですよ。春の季節って食べ物も美味しいし、見た目も綺麗だもんね。何が抑えられないんだろう。だけど抑えられない、なんだろう。ちょっと抑えられない言ってみていいですかね。抑えられない、あ、びっくりした。食べ物の話してたらお腹が減った。花見中断で一緒に食い倒れだ。ちょマイペースじゃないですか。私終わった？終わりました、終わりました。私は結局お腹すいたって言って終了しました。お腹すいて終わり。そうなんですよ。ワオさんありがとうございます。で、おそらく、はい、男性女性、だ異性か、うん、と同性、それから友達恋人でまた話の内容が違うと思いますので、ほうほう、ぜひ皆さんやってください。はい、19日までです。了解です。ただいまです、はい、そんな感じのお花見イベントです、はい、で最初からすごい気になってたことがあったんですけど、はいはい、ちょっと全然感じなくなっちゃうんですけど、はい、私見学バッジつけてるじゃないですか、はいはい、候補生っていうバッジをつけてらっしゃる方がいるんですけれども、この候補生ってどういうバッジなんですか？候補生のバッジは候補生なんですよ、うん、なのですか？どういうことですか？あの今キャラフレ内で、うん、アイドルになろう的なプロジェクトがございまして、やってますよね、はい、今それの、うんうん、アイドルの候補生。あ、何で？そうなんですね。今何人いるんだろう、十何人ぐらい頑張ってやってる。おお、すごい。で、一人でやってる人もいるし、グループでやってる人もいる。へえー、すごい。そうそうそう。で、彼女は、うんうん、確か、なんか喋ってるから言ってみてください。あ、なんか、チャットはどこだ、メインの、うん、そこはオープンチャットじゃないので、そこを見るしかないです。なるほど。アイドルの候補生って皆さん答えてくださいました。アイドルの候補生なんですよ。そっかそっか。で、ね、いつだったかに最終選考が、うんうん、あるんですよ。なるほど、いつだったかに、うんうん、主催が沢口教授なんですよ。あ、なんで、そうですね、うんうん、沢口教授が、あ、このアイドルに曲を作りたいなってならないと全員落ちます。うわー、またシビアな、結構シビアな戦いしてます、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。25日の21時から23時です。おー、ありがとうございます。わー、はい、ってことはもう1週間後じゃないですか。まあ約、うん、はい、千鶴蔵さんマネージャーなのにって。私はカリッシュのマネージャーだから、すいません、アイドル候補生のマネージャーでありません。そんなひどいこと。なんでそんな突き放した言い方するの。だって私はカリッシュのマネージャーなんで。挙句の話は、私がね、キャラメルの裏方であって表に出るつもり全然ありませんとか。そんな25日、なるほど、じゃあ楽しみですね、25日が。楽しみですかね。ちょ、怖くてしょうがないんですけど。あ、なるほど。え、歌うまい人、あ、そんなこと聞かないほうがいいか。ちょ、不穏です、不穏です。それちょっとよろしくないですね。ただ今の質問は撤回しておきましょう。頼みます。動画を止めてここに来てる人間だけで話し合います。そうですね。あ、彼氏も声何かあるようですよ、だそうですよ。へえ、ちょっとマネージャー、彼氏のマネージャーですよね、辻蔵さん。なんかあるそうですよって。おー、ちょっと、何があるんですかって聞いてください。あ、了解です。何があるんですか。むしろ辻蔵さんがアイドルに、むしろならない、ならない、ならない、なるほど。ちょっとね、なんでですか。いいじゃないですか。でかちょっとなって言うのは失礼な。まあ、そんな感じで、はい、候補生っていうバッジをつけてる人たちはアイドル活動中です。なるほど、はい、ちょっと面白そうだな、うん、
確かに。すごいみんな頑張ってやっていて、うんうん、ま、あのカリッシュは、ピカンティっていう、まあ、スポンサー様がいらっしゃるわけです。うんうん、そうですよね。そこのプロデュースしてくださってカリッシュというものができました、うんうん、だけど今活動している人たちには何もバックアップがないんです。ほうほう。道玄坂カフェでなんかライブやる人とかいると、おお、いいですよね。なんでそのスポンサーも自分たちで探してこなきゃいけないんです。本当に大変なんじゃないですか。そうなんです。おいくら万円ですか。全部自分たちでやるの。すごい。かっこいいな、うん、だから結構かなり本格的なの、うん、店長もアイドルに立候補ですか。だそうですよ。あのこのアイドル実は男性を強く求めてます。お、あ、でもあの女の子が応募しちゃいけないとかってことは一切ないんですけど、まあ、言うなればカリッシュが女の子グループじゃないですか、はい、だから男の子のグループも欲しいよねっていう声もあるんですよ。あー、なるほど。なんですけど、まあ、店長か、いや、なんか立候補したらどうですかみたいな風に。いや、俺は裏方の人間なので。え、ちょっと呆れる程度しかない。そんなまあそんな感じですよ、うんうん、だからかなり本格的に皆さん頑張っていて。そうですね。あの日々このキャラフレ内でいろんなイベントをやってくれていて、はい、もう毎日のように何時からもうここの連携ツイートを見ていると何時から何時何々グループ何とかやってますみたいな感じで、ツイートとかやってる人いたら一生懸命なんかフォローしに行こうかな、うんうん、そうですよね。あ、店長ユニットで行きましょう。だそうですよ、うん、うん、俺がまだまだ間に合うそうですよ。そうですよね。なんか MC の店長の前田さんと2人でいいじゃないですか。男性デュオですよ。あと何、あの海賊放送の千夏入れて。あ、いい感じにアイドルじゃないですか。ダメですよ、千夏さんデカマだもん。デカマ。あ、そうだそうだ。あ、そうだ、キャラクター男性じゃないんですよ。あれキャラクター女だった。デカマなんですよ。デカマ。その言わ、言いないところでボロクソ言うのは金口ですよ。いいんだいいんだ、あいつなんか。そんな。それで思い出したんですけど、はいはい、先日、うん、松江町に新しいロックデュオっていうんですか、お2人組の、ロックな方が、あのアイドルではなく、うん、ロックなお二人がデビューしました。お、はい、よっこ、やっこ、いや、よっおい辻蔵さんよっこさん、その方たちは何、本放送のこちらにはしてくれないんですか。どうですかね、お花お花いや、あの、髪飾りが可愛い男性がいらっしゃるなって思ってフフってなっちゃいました。なるほど。集中してくれる。すいません、あ、よっこさんですね。だそうですよ。いや、ちょっとついついお花が可愛くて。はい、よっこさん。よっこさんだそうです。男性、女性の、うんうん、男性がギターを、おー、で、女性のキモットさんという方がボーカルという、とても素敵な、あの、この前デビューイベントがあって行ってきたんですけど、すごく良かった。いいな、いいな。本当に良かった。うんうん、あ、だその方たちもぜひぜひ、ね、ライブしてほしいですよねってな感じでね。じゃあそろそろ公式情報が無料です。すいません、またね、辻蔵さんからなんか出ると思うんで、ぜひぜひ。じゃあとりあえず1回目の放送は終了で大丈夫そうですかね。はい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 、はい、じゃあ行きますよ。OK ですか、 OK ですか、 OK ですよ。大丈夫ですか。だいぶ辻蔵さんがお忙しそうなので、はい、キャラフレライブ生放送第45回、また次回、バイバーイ。自分でちゃんと止めて、はーい。そんな裏の事情までダダ流し